今回は、ストイベ武器が結構強いので、確保しておいた方がいいという話をしていきます。遠佐の眼差しというストイベ武器ですが、火では貴重な武器種弓であり、メイン装備時アビダメが 20% アップするスキルを持っています。これ、何に使うのかというと、TOT のメイン武器です。TOT とは、ハウンドドッグのアビリティであるタイムオンターゲットの略であり、ストイベベリーハード周回や肉集めでも使われています。そして、ハウンドドッグなので主人公は銃または弓を持つことができます。しかし、皆さんも自分のリストを見てもらえればわかると思いますが、火の銃または弓って TOT 向きのまともな武器がほとんどないんですよね。私は火のオメガ銃を持たせていますが、火のオメガ銃もしくはオメガ弓なんて全員が持っているようなものでもありません。そこで活躍するのが、今回のストイベ武器の遠佐の眼差しというわけです。タイムオンターゲットは当然アビダメなので、アビダメアップと非常に相性がいいです。注意点としては、アビダメは 20% アップしますが、アビ上限は変わりません。しかし、TOT は上限不足よりも純粋な火力不足によってダメージが出ない時も多いので、上限が上がらなくともそこまで気にならないと思います。また、アビダメアップを取得できるのは、レベル100、すなわち3突が最低条件となっているので、忘れずに4本確保しておきましょう。最終的に使うか使わないかはわかりませんが、少なくともつなぎとしては優秀な武器であり、作成コストも超低いので、3突作っておいて絶対に損はしないと思います。むしろ、あの時作っておけば、と後悔する方が辛いです。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、